皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのがネになります本日の卓球知恵袋のテーマはこちらになります本日のテーマなんですけど回り込んでシュートドライブを決めるっていうのになりますまず一つ目のポイントなんですけど一つ目のポイントはあまり強く打たないっていうことになりますやっぱりこうシュートドライブって言っても粒高なんで回転は大してかけれないんであんまり強く振ってもこう 飛んでいっちゃうだけで。コートに入ってくれないんで、こう、優しくふ。ある程度優しく振ってもらう。ということになります <laughs>。まあ、強くどうしても、こう。振りたいとか、もっと強く振りたいっていう方は。その、優しく振っていって、こう、徐々に徐々に、こう。強く振っていって、どの辺が。限界なんかを自分で確認して練習していってもらったら。 ある程度強くも振れるようにはなると思います。でもやっぱり初めはこうあんまり強く振るともうオーバーミスしかしないと思うんで、ある程度優しく振ってこうネットにかかってるけどそれをこう徐々に徐々に強くしていってこうコートに入れるっていうのをまずは練習してもらったらいいと思います。二つ目のポイントなんですけど二つ目のポイントはこう少し下から上に打つっていうことになります。こうやっぱり上から下にこう 打っちゃうともうネットの叩きつけちゃうんで,で下から上に打つことによってこうある程度こう山なりにこう球を出せるんでこういう感じで下から上に打ってもらうっていう形になります。 三つ目のポイントはだいたい頂点ぐらいでボールを打つっていうことになります頂点かボールが落ちてくる時ぐらいその跳ね際とかではなくて頂点とかちょっとか落ちててくるぐらららいのところで取ってもらえたらなって思いますなぜその辺で取るかっていうとこう下から上にスイングしてるんでボールが上がってきてる途中にこう打つと全然ラケットに当てにくいんでボールが頂点で こう上から下から上に持っていくかボールが落ちてきたところを下から上に持っていくっていうのがポイントになりますプレー動画の方こちらになります。